半年後レントゲン MRI を取りました。そしたらこのヘルニアが少なくなってました。そうだったら手術する必要あるのか。はい、整体皮膚科院長で理学療法士の松田啓太です。動画の見たきありがとうございます。この動画の中では3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的に解決していくために情報発信させてもらっている患者さん向けの動画になります。もし3件以上の整体院、整骨院、病院に行っても痛みが改善しない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さんであればこの動画を見てしっかり根本解決していく方法を知ってください。松田さん、あ、いよ、ちょっとヘルニアになっちゃって病気持ちすぎじゃないですか手術は嫌なんですけど、まあみんないますね。これどうにかならないですかね。いつ最初痛み出たんですか。寝て起きた時にビキッと、あ、ビキッとなって、よくあるっすね起きてとか、あとはなんか急に立ち上がってビキッってなって、なんかぎっくり腰かなと思ったらなんか激痛が走っててみたいなね。で行ってレントゲンとか MRI 撮ったら、あ、これヘルニアでちょっと急性期だね、手術しようかみたいな、何も分からず進んでいくねよくあるパターン。このヘルニアなんですけど、ヘルニアは基本的にはですね、鈍色細胞といって、いわゆる人間の体の中にある白血球ってやつがあるんですけど、この白血球の中にマクロファージってあるのね。マクロファージっていうのはいわゆる鈍色細胞って言って、いわゆる食べるんですよ。この人間のいわゆる使わなくなったものを食べていくっていう作用がある。で、このマクロファージってやつは、いわゆるこのヘルニアを食べていくんですよ。これ面白くって、まあ、食べられるタイミングだったりとかあるんですけど、これはあの実際の論文であってですね、ここのヘルニア、あ、ヘルニアってちなみにこれね、あの椎間板っていうところで起きてますというところなんですけど、まあ後で説明します。で、この椎間板がブクッと出てしまう。椎間板ヘルニアって言うんですけど、ヘルニアっていうのはいわゆる飛び出るっていうことですね。飛び出るっていう意味です。ただ椎間板、いわゆる背骨の背骨の間にある板、いわゆるこのクッション材が飛び出てしまう。で、飛び出るのが後ろに飛び出るんですよ。大体ね、後ろか斜め後ろに飛び出てしまって、この神経が走ってるところ、神経、いわゆる 脊柱管っていう中に飛び出てしまって神経を圧迫しちゃう。だからここで神経の圧迫が起きて足がしびれるとかっていう話になります。ただ飛び出た場所って必要か必要じゃないかって言ったら必要ないんですよ。だってもう椎間板っていうクッション材の役割をできなくなった場所が飛び出てますよね。となると人間の白血球はこれは必要ないんじゃないかって言って食べ出すんですね。なんで大体ね、この MRI を取ってヘルニアだって診断された人、そのまま保存療法って言っていわゆる何もしない状態で半年後レントゲン MRI を取りました。そしたらこのヘルニアが少なくなってましたっていう論文があるんですよ。で、あの何かって言ったら、ヘルニア飛び出ても食べられることが多くて、食べられるとヘルニアなくなってきて神経の圧迫を解除していきます。そうなってくると痺れ、痛みが改善してくるんですよ。ってなった場合に、今こうね、スケさんの話聞いてると痛みも楽になってきてて、最初の当初よりも楽になってきてるってことであれば、いわゆる鈍色細胞が、ね、あったりとか炎症症状って言って飛び出た時の炎症物質が流れたりとかして痺れがっていうところも改善されてるってことであれば、これは整体をしてって治療をやっていって、あの改善する可能性もあるかなと。ただ手術をした方がいい時もあるので、いろんなテストをやった上で判断してるんですけど、今聞いてるといいんじゃないかなって気がします。ちょっとね、ここまで話した上で、ちょっと椎間板ヘルニアって何なのって話をしていきます。で、椎間板ヘルニアってのはさっき言ったみたいに、背骨、これ腰椎が緑色なんですけどね。この背骨が緑色で、この間になんかグレーのですね、このなんかありますよね。これがいわゆる椎間板ってやつね。椎間板ってやつになります。で、この椎間板がいわゆる背骨の間に全部あります。背骨が24個頭からですね、骨盤までありますと。で、これの間に全部あります。椎間板。で、何をしてるかって言ったら、背骨と背骨、骨と骨が当たっちゃうと痛い。ないですよね、削れちゃいますよね。だからこの削れないように、このクッション材になってるのがこの椎間板、脊椎と脊椎、椎と椎の間にある板なんで椎間板って言いますね。で、この椎間板が柔らかいんですけど、柔らかい分ですね、体重が乗ってきて、こんな風にいろんな方向に動きます。ブニュ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 って、ジェルみたいな感じでね、ブニュブニュって動きます。で、これがクッション材になることによって体重を支えてくれたりとか、分散したりとかね、背骨に負担かけないようにしてくれる。ただこれがですね、一箇所だけにですね、例えば腰が反ってて、この部分だけに負担かかってきてしまうと、ジェルがこう飛び出てしまうんですよ。ポーンと何回もクッション材でこうやってると潰れちゃいます。で、潰れるとどうなるかっていうと、さっき言ったみたいに、この椎間板が前に行くことってないんですよ。内臓があったりとかするんで、前に行くことないです。横に行くこともないです。そしたら、前にも行けない、横にも行けない、そしたら、
後ろに出てくるんですよ。で、この背骨の後ろ側には背骨の間を走っている脊柱管という神経が走っている丸があります。で、空洞がある。この空洞の中を圧迫しちゃう。そうすると背骨のいわゆる脊髄っていうところを圧迫して足にしびれが出たりとか腰に痛みが出たりとかっていうのが出てきます。なんでこの椎間板ヘルニアが起きることによって何が起きるかというと神経を圧迫したりとか、あとは椎間板がバシーンと潰れた瞬間の炎症物質がこの神経に流れたり血液に流れたりして痛みしびれが足に行ったりする。これがいわゆる椎間板ヘルニアのしびれ痛みの原因です。って考えた場合に、じゃあここどうするかって言ったら、大体手術をするってなった場合は、この出た場所をこんな風にギューッと、まあそう入る方向がですね、まっすぐ後ろから入るか斜めに入るかだったりとか、レーザーなのかとかいろいろありますけど、ここに入ってきて、ここの出た場所を削っていく、取り出すっていうのが基本的な手術です。なんですけど、取るっていう手術をするために、まあ何百万とかけるわけですよね。でも、半年したらこの、いわゆる椎間板って、鈍色細胞が食べる可能性がありますよね。そうなったら、手術する必要あるのかって話になるんですよ。で、実際にね、私の見解からお伝えすると、手術した方がいい場合もあるし、手術しなくてもいいんじゃないかなっていう場合がある。で、手術をした方がいいっていう場合は、これはですね、椎間板の中でも、まあ、炎症が激しすぎて、多分夜も朝も、いわゆる眠れない状態、いわゆる炎症が強すぎる場合、あとは、膀胱直腸障害って言って、いわゆる尿が勝手に出る。便が勝手に出るとかっていうような、いわゆる背骨の症状によって、いわゆるちょっと麻痺のような症状が出てしまう状態。これがいわゆる膀胱直腸障害って言うんですけどね。これがある場合。あとは麻痺、感覚障害。いわゆる足首がダラーンとなって上に上がんないとか、なんか足の感覚が全くないとか。こういう場合、いわゆるこれレッドフラッグって言うんですけど、赤旗っていうね。いわゆる治療しちゃダメだよっていうのがあります。で、この場合はやめた方がいいです。いわゆる手術をした方がいいかもなと思いますね。膀胱直腸障害とか感覚とか神経、麻痺だったりとか。まあ、こういう場合は手術をした方がいいなというふうに感じますが、実際のところ手術しなくても改善した人も、まあ見てます。ただ、これ間違えてしまうと、判断間違えてしまうといけないんで、まずはヘルニアの症状、いわゆる腰がバーンと痛くなってピキってなって、なんか痺れてるとかね、腰が痛いとか腰が動きにくいっていうヘルニアのような症状が出た場合は、まず整形外科の病院に行って判断をもらってください。で、そこから、いわゆるこの原因を発見できるっていうようなところがあればベストなんですけどね。まあ、例えば理学療法士さんとかで知ってる方、もしくはまあ生体復活私も全国やってますから、そこに行ってみて、このヘルニアが改善できるかっていうのを相談してみる。ね。それによって、まあ、セカンドオピニオンですね。ドクター以外のセカンドオピニオンをもらうのも結構大事かなと個人的には思っています。なんで、そういうふうに、手術するべきかどうかってとこ、手術した方がいいタイミングもありますけど、手術しなくてもいいんじゃないって時もあります、正直なとこね。まあ、これは、整形の先生だったりとか、主治医だったりとかと相談しながら、整体の先生だったりも相談しながら、全体的に、これ見てらっしゃる患者さんが決めていく。っていうのが、まあ、メインかなと思いますが、まあ、感覚ですけど、8割ぐらいは手術しない方がいいなと個人的には思う症状が結構あります。正直なところね。これはもう本当にこれ見てる方が決めてほしいかなと思います。ただ、基本的には膀胱直腸障害とかって麻痺の症状とか、あとは力が入りにくいとか感覚障害とか触ってる感じがしないとかっていうような、まあ、こういう麻痺症状ある場合はちょっと気をつけていただきたいかなと。神経って一回死んじゃうと、戻んないんですよね。だから早く手術すればするほど神経を本当に圧迫してた場合は改善しやすいです。ただ、そうじゃない場合の方が結構多くって、ただの炎症物質が流れててとか、半年すれば椎間板治っててとか、だから手術しても改善しないっていうこともね、よくあるんですけど、まあそこはね、こう判断次第かなと。本当に手術した方がいいタイミングもあるので、それはね、もう専門の先生に相談しながら進めてもらうのが一番ベストかなとね、思います。おすすめもセカンドオピニオンって言って、いろんな先生に話聞きながら、進めていくのが一番ベストかなと思いますので、ぜひね、そちらも頭入れながら、ぜひアプローチやってみていただければと思います。はい。ということで、実際のこの判断とかセカンドオピニオンとかって分かりにくいかもしれないので、もしね、気になるようであれば、整体院復活、全国ありますので、概要欄の方に貼っておきます。そちらの方はぜひね、チェックしてみてください。で、ぜひね、電話で、あとはメール問い合わせ、あとは LINE の問い合わせね、やっていただければ嬉しいなと思います。ぜひね、そちらの方問い合わせしてみてください。あとですね、このチャンネル、よかったらぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとコメント、高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ではですね、今日はここで終わりにしたいと思います。椎間板ヘルニアで悩んでいる患者さん、ぜひね、この動画を見て、しっかり判断できるように、間違わないように、ぜひね、していただければと思います。では今日はここで終わりましょう。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。